課題静脈とは人の体の中で一番大きな静脈で、その直径は約3.5センチメートルである。下半身からの血液を集めて心臓に流れ込んでいる。課題静脈は腹空の後部で脊柱の右側を上行しており、右下方の後面から右心房に入る。課題静脈は左右の早朝骨静脈が合流してできる。課題静脈は 脊柱と並走する気蒸脈系や脊柱内外を網目のように存在する椎骨蒸脈層と分合しており、過大静脈が閉塞した際にはこれらの静脈が副ガーとなる。過大静脈は T8 の高さにある大角膜の大静脈孔を通って胸口内に入るとすぐに右心房に合流する。過大静脈に流入する主な根には次のようなものがある。 課題静脈が体の中心から少し外れているために、寒流の形は非対称なところがある。例えば、右清掃、卵巣静脈は直接課題静脈に流れ込んでいるが、左側は左人静脈と合流してから課題静脈に流れ込んでいる。その一方で、肝静脈や腰静脈は通常左右対称で直接課題静脈に流れ込んでいる。なお、 上半身の静脈管流は、上大静脈が担っており、上大静脈と下大静脈は気静脈を介して連絡している。関空内圧は低く破裂を起こしにくいため、下大静脈に関する病気は、ほとんどの場合、その狭窄に関するものである。下大静脈を圧迫する典型的な原因に大動脈の拡張、妊娠による子宮の拡大、腹部の悪性腫瘍がある。 稀に排便時の生き身で過大静脈の血流が悪くなり失神することがある。過大静脈の閉塞は稀であるが、命に関わり緊急性が高いとされる。深部静脈血栓症や肝移植、代替静脈のカテーテルなどの医療器具で閉塞を起こすことがある。発生において、右心房と過大静脈は、オイスタシーベンによって分けられる。この構造は生態においては、 完全に対抗しているか小さな心内膜比だとして残っているかである。過大静脈の他の部分は体幹を重層する左右右対称の主な静脈のいろいろな部分が連なって形成される。比較的複雑な発生過程を経るために過大静脈には異常や変異が多い。ありがとうございます。